塚脇晋作は、福岡県大牟田市出身の元体操選手。1956年メルボルンオリンピック体操男子、団体銀メダリスト。山地中学校、福岡県立三池高等学校を経て、1953年、東京教育大学体育学部卒業。東京都立新宿高等学校教諭、早稲田大学教育学部、人間科学部教授を歴任。 1956年のメルボルンオリンピックに出場、団体で銀メダルを獲得、個人総合で12位、釣りは7位、平行棒8位だった。1958年の世界選手権で個人総合9位、全日本選手権で個人総合2位。1962年欧州遠征監督、日ソ対抗コーチ。1963年欧州遠征監督、 1964年、欧州遠征コーチ、同年の東京オリンピック。1968年のメキシコシティオリンピック。1966年世界選手権。各チームリーダー。1970年世界選手権。1972年ミュンヘンオリンピック。各審判員。1974年世界選手権。コーチ、1978年アジア。 大会本部役員を務める。日本体操協会理事、男子競技本部長、ユニバーシアード委員会名誉主事、日本体育、協会競技力向上委員会委員などを歴任。1964年、1966年、1968年度朝日体育賞、1966年文部大臣スポーツ功労賞を受賞。ありがとうございます。